スーパーでバイトしていた時、外国人の常連さんがいた。宗教上の理由で食べられないものがあって、その常連さんが一人で来店した時には、商品の材料をチェックしてくれとたびたび頼まれた。が、ある時から、常連さんは何でも食べるようになった。聞けば、祭りの打ち上げの時に食べちゃダメなものが出たんだけど、それが本当に美味しそうで、すんごい力強く言ってた。じーっと見てたら、それに気づいた近所のおっちゃんが、でも、宗教ってのは、幸せになるためにあるんじゃね？つか神様も器がでかいから、お前が食いたいもの食ったくらいで怒んないだろ。と言われたそうだ。あんなに美味しそうなの出されたら、私の友達だってみんな食べてるよ。日本の料理はなんでこんなに美味しいか。私日本食大好き。あと、おっちゃん、八百万の神も教えたみたいなんだけど、常連さんは、八百万という神様がいて。その神様は、幸せそうな人見たらもっと幸せにする神様だと思い込んでるっぽかった。日本いい。八百万はすんげーですよ。私幸せ。何か、もう本当に幸せそうだから訂正しなかった。その後、地域ごとに祭りだと騒ぐ常連さんを見かけるようになった。インド人は牛は食わない。イギリス人はタコを食わない。そんな風に思っていた時期が俺にもありました。某学会にてインド人の学者さんとお食事に、寿司や天ぷらを食べたいですねと教科書通りのレスポンス。全部揃ったお店へ列も、寿司も天ぷらも気に入ってもらえて何より。最後メインディッシュとばかりに飛騨牛のステーキ登場。これはまずいかなと一応伝える。インド人曰く、私は神を信仰しています。牛は神聖な動物であります。インドでは牛は神聖な動物なのです。今回私が牛を食べることで神はお怒りになることでしょう。しかしながら、皆さんのご好意を無駄にすることも神の教えに反するものです。それならば、私は皆様との出会いに感謝して牛を食べても神への敬意は変わらないことを選びたいと言って、お祈りのポーズをとって、彼はステーキを食べた。神様より俺たちを取ってくれた彼に感動すら覚えた。インド人おいしい。やはりステーキはレアが一番ですね。いいタイミングです。ちょおま。とんかつの食えない生活なんて、俺はイスラムをやめるぞ俺と叫んで出て行ったトルコ人が、さっき泣きながら帰ってきた。神道に改宗しようとして神社に行ったら、神主さんに徳のあるお話をしてもらったらしい。日本の神様はよその神様も他国のお友達みたいに思ってるから、改宗とかカリカリしなくて大丈夫だよ、ゆっくり考えておいで、いやくみたいなことを言われて感動したとか。俺の部屋の神棚簡易セットにイスラム式お祈りを捧げている。確かに八百万の神だからいいのかもしれんが、それを神主さんが言っちゃっていいのだろうか。そして一神教が感動しちゃっていいのだろうか。ちょっと面白い。サウジアラビアの取引先の人、日本で言ったら部長か次長クラスらしいけど、何でも王族の血が入っているそうだ。しょっちゅう東京へは来ている。で、この前奥さんと子供を連れて来日したので、俺の家族とその人の家族でマザー牧場へ行ったのよ。子供たちは馬を見てもウサギを見ても大喜びだったけど、ところがこのおっさん、なぜか豚を見て大興奮。これが豚か？豚なのか？豚だ。豚。はしゃぎながら豚の頭をなぜていた。そんなことしていいのか？イスラム教徒。挙句の果てに、日本には豚がいていいですよね。いや、豚がいるのは日本だけじゃないから。男が公爵夫人を豚呼ばわりしたとのことで訴えられた。裁判長は男に言った。お前には罰金を科す。二度と公爵夫人のことを豚などというのではないぞ。わかりました、裁判長様。二度と公爵夫人のことを豚とは言いませんが、豚のことを公爵夫人と呼ぶのもいけないのでしょうか。それはお前の勝手だ。わかりました。さようなら、公爵夫人。